はい、こんにちは、次の駅も宗谷本線ですね。上幌延駅に来ております。左が南幌延ですね。でここが上幌延で、右が幌延ということで、幌延町のメイン駅幌延ですね。特急も止まる駅ですね。なんか関東圏だとね、もう台風来てなんか計画運休とか JR なってるらしいんですけども、こちら道北はすごく天気がいいですね。天気はいいです。天気いいんですけどね、寒いっすよね、10月だから。まあさすがにね、ここまで来ると寒いなーって感じはしますね。さすがに寒い。こっちが音威子府名寄旭川方面ですね。でこっちが稚内方面ということになりますね。でこれがあれですね、待合室、車掌車駅ですね、だるま駅。まあ余駅ですけど、ちょっと古いかなこの余駅って感じはしますけどね。ちょっとなんか、ハゲちゃってますもんね、色が。なんかそこにね、なんか民家って車通るんで、なんか車止まってるんで、人いるんですね。住んでるみたい。ポストもあるんですけど、ちょっとそっち側後で行ってみようと思います。稚内方面ということでね、こちらそれじゃあ待合室に入っていきます。ちょっと古いっすよね、ここね。まあ気にせず入りますが。寒い。車掌車駅ですね。だるま駅。まあ、余駅の中に入ってきますが、あ、いい匂い、ここも。ここもいい匂いなんですよ、多分。上幌の駅って、これ JR の人置いてんですかね。ていうか、どこだっけ、だいぶ前だけど、どこだっけ、下沼かな、もう置いてあっていい匂いだったんですよね。トイレの匂いかと思ったら、芳香剤の匂いで、これ誰か置いてくれてんのかな、 JR の人かな。まあ、僕の荷物あるんですけど、まあ、気にしないでください。で、駅ノートありますね。だけですけど、これベンチここ綺麗なんですよ。駅寝するにはいいと思います。民家もあれしますしね。ただ、あ、ダメだ、ここしない方がいいかも。熊出没注意。ヒグマの目撃情報がありました。熊鈴をつける。その通り。熊鈴つけましょう。夜間に食べ物を置かないって。早朝夜間は特に注意ということでね、ちょっと夕暮れになってきたんです。このポスターがね、売り渡しを一層不安にさせるんですけれども。まあ、この中にいれば、熊ここ開けることはできないと思うんで、多分大丈夫だと思いますけどね。駅寝してもね。だって民家あるしね。で今、上幌延にいますが、手塩中川で860円。音威子府1680円。幌延250円。豊臣ですね、540円の稚内1680円の頃、上幌延、南幌延、安内、小野府内の加難、問い鑑別打たないという、この連続秘境駅をね、クリアしていかないといけないわけです。まあ、日数かけていくしかないですけど。幌延稚内が1、2、3本と、音威子府寝る方も3本ですね。どうしたもんかなって感じですけど、手塩川温泉、もう、本来初の南陸から地方北節。もう、ここはね、もう普通列車はもう公共交通機関としてのね、役目を終えているんじゃないかと思いますけどね。みんな車出て、これ誰作ってくれたんでしょうね。すごくいいですね。上幌延、いいですね。いいですよ。あと、駅ノートかっぱらったやつを思い出したよ。インターバンさんも怒ってたけど。これもかっぱらおうとするやつがいるかもしれないですね。インターバンさんも言ってるけど、犯罪ですからね。それでは絶対許せないですよ。もう許せない。駅ノート取るなんていうのね、犯罪だからね。って言ってましたけどね、インターバンさんも。その通りだと思います。インターバンさん、顔は仏ですけどね、心も仏って感じしますね。優しいインターバンさんでございますが。民家があって、車、あ、すげえある。軽トラ、普通の車もあって、ポストもありますね。ああ、こういう風になってるんだな、駅前は。で、こっちの道は何なんだろう。どこに続いてるんだかよくわかんないですけど。まあ、ありますね。あ、なんか遠くに家がある。こっちも家が。あるね。家ありますね。なんか。ってことは2軒あるんだな、駅前にな、家が。そういうことになりますね。なんだろう。あ、なんかこれ書いてる。オノップ内、左って書いてますね。オノップ内ってあれ廃村になったんじゃないんですか？まだあんのか、村が。駅前が廃村になっただけが。で、幌延ですね。ちょっとだいぶ暗くなってきましたけど。こちらですね。以上ですね。これ、待合室ですけども。これが、上幌延駅でございました。いやー、この時間になるとね、寒い。かなり寒い。ちょっと手袋必須だな。以上ですね。